海に着きました。ナノチさんは恋愛が得意なんですか？はい、理想の海デートとかありますか？ある。イケちゃんはどんな彼氏が欲しいですか？もう顔は別にいいんだけど、うんうん、なんかバカみたいに明るい人。おということで、着いたので今から水着に着替えたいと思います。更衣室行きます。失礼します。え、冷たかった？うん、失礼します。すいません、いけちゃんさん。あ、みんなキモいね。よし、いい感じ。海行きましょう。行きましょう。行ってきます。はい、ということで熱海に着きました。ゆきちゃんどうですか？え、暑い。暑いね。うん、ね、でも水着も3階のやつだよね、これ、うん、めっちゃいい感じ。かわいい、ね、なんかおそろしたいな、今度、ね、イエーイ、海海海。あ、水着紹介ってやりたかったね。どうも、ありがとう。待って、やばいやばい、引っかかった。おいおい。いただきます。近くない？近かったかも。おいしい。もう終わろ。最近インスタのサブアカですごい恋愛を語ってるじゃないですか。ナノチさんは恋愛が得意なんですか？全部調べたやつです。みんなと一緒に勉強してこうと思って。あ、なるほど、そういうコンセプトなんですね。あと私がされたら嬉しいなっていうこと。理想の海デートとかありますか？え、ある。やっぱほら、私と生きてナンパされるじゃないですか、割と。守ってくれる彼氏がいい。これ俺の女だから。あ、言われた。いやどけよ。あ、やっぱそういうのがいいの？そういうのがいい。王道なのがいいんだ。王道なのがいい。最近の勉強はどうですか？勉強？うん、めちゃくちゃ忙しいね。寝てる？ちゃんと。え、寝てない。4時間くらい寝てた。やばー。だって昨日新潟にいて、うん、家帰って勉強して、うん、朝起きて動画編集して、今だもん。じゃあそんな池ちゃんはどんな彼氏が欲しいですか？万能な彼氏。どういうこと？万能？頭良くて、うん、で私が疲れたって言ったら食べ物を私の口まで運んでくれる彼氏。執事じゃん。飯使いよ。飯使い系彼氏。私顔気にしないって言ってたよね。すごいね。もう顔は別にいいんだけど、多分なんかバカみたいに優しい人が。おー、じゃあ飯使い彼氏募集してます。言い方めっちゃ悪いな。確かに優しい人ね。優しい人。唐突に始まった射撃。やったことある？ある。あ、本当？いいですよ。こんな近くていいんですか？いいですよ。やばいね。え、まあ行くよね。まあまあまあ、目の前だね。結構硬いですね。手短いんです。え、すごい。やった。あ、ダメだ。あー、やばい。このままじゃ守れない。あー、おいしい。すいません、計算がができない。2、1、2、3、6。あ、9点。あ、すごい。天才ですね。9点です。え、
お揃い。イエーイ。あ、そこ入って。ああ。あれ？上手じゃない？お、え、やばい。ビンゴじゃん。おめでとう、いけちゃん。え、かわいい。ちょっといけちゃん。せーの、ね、乾杯、イエーイ。夜ご飯着きました。めっちゃおしゃれな感じ。こんな感じでアワビが、アワビです。映ってない。けっちゃん、もう食べちゃった。ごちそうさま。早い。美味しかった。美味しかった。あー、ナナも食べます。いただきます。アワビの夏野菜が来ました。フジマスのコンフィのヨーグルト燻製ソースです。トウモロコシのムースと三島のお野菜、鶏風味のコンソメゼリーが来ました。キンメダイのマニル風ムール貝、オリーブオイル、白ワイン、バター、サフラン、マニエール風です。マニエール風。静岡育ちの牛ランプ肉のグリエッシェリービネガーのソース下手か。これがなんとかなんとかです。移動中。イエーイ。小枝ハウスに行きたいと思います。海ということで、ラストは商店街に来ました。銀座通りでございます。食べ歩き、いけちゃん。イエイ。何食べる？串あるかな。探そう。探します。どこ行く？名物食べる。名物ね。え、すごい開かれてる。これ食べ歩きできる？できないか。さっきのおすすめの支店に行きたいと思います。干物がね、焼いて食べられるみたいなので行きます。干物食べる。当たり前のこと言っちゃった。変身しました。変身しました。さすがです。あ、最高。どうじゃった。乾杯。乾杯。乾杯。どうじゃった。おいしい。おいしい。ポリポリ。ビール1本だから2本かな。食べてる最中なんですけど、エビが1本だから最中。エビじゃんけんしよう。半々じゃない。これ半々できる。頭った、そうか。あ、できますか？じゃあ反応にしよう。言葉に頭のとこは、あれだけど、これこういけるから。あ、本当ですか？おお。はい、ありがとうございます。これはもうじゃんけんです。あ、じゃあ食べる。こうする？あ、大丈夫です。頭欲しい。いつも食べれる。今は召し上がれます。え、食べれないです。大丈夫。あの、ここの角だけ、ここがちょっとだけ。すごい大胆です。ここだけちょっと硬いけど、あとは召し上がります。え、そうなんですか。うん、はい、いただきます。パリパリっと。結構ね、おいしい。食べれる。うん、なんだ、頭ってちょっとね、大人の味。頭美味しいね。うん、食べる。初めて食べたよ。今日何かアイスが欲しい。うん、
ゆきちゃん、これ正解だよ。めっちゃ干物美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。もうめっちゃ焼いてくれる方がすんごい優しいお母さんで、もう実家に帰ってきたブブブブさ。はい。次はねモンブラン屋さんに向かいたいと思います。ゆきちゃんがね選んでくれたのモンブラン。行こう行こう。じゃあ来ました。すごいそうめんみたいになってる。人気。はい、ということで食べ歩き終わりです。続きはいけちゃんの方でもねまだ食べてないものとかね載ってるのでぜひ見てください。ということで東京に帰りたいと思います。いけちゃんありがとう。またね。一言も喋らないのね。バイバイ。